拳をモチーフにしたデザイン第17、SS 総甲的弾兵士団の師団マーク、ゲッツフォンベルリヒンゲンの技式をかたどっている。拳とは、5本の指を折り曲げ、握った状態の手のことである。握り拳、玄骨も同義。拳は最も原始的な闘争手段、武器の一つであり、多くの武術、格闘技に拳を使った技法が存在する。また、 固く握られた拳は抵抗の意思を示し、突き上げた拳は、主として革命主義者によって抵抗の象徴として用いられる。拳の握り方には、先に親指以外の四指を折り曲げ、親指を添えるようにして握り込む方法と、逆に親指を内側にして四指を握り込む方法とがある。いずれにせよ、五指を握り根で一つの塊にしたものを、拳と言い、オーダのために、 これが使われる。格闘などの際にこうする理由としては、二つの面がある。握り拳によるオーダーは単なる暴力手段から、格闘のための技術として、用の東西を問わず、用いられてきた。長い歴史の中でそれらは、様々な速度、範囲を持つに至っている。それらの拳技によって、最大限の効果を得るためにパンチは、基本的に全身運動を用いて、 すなわち、足を踏み込み、体を粘点させ、腕を伸長させることによって放たれる。一方でパンチは、自身の拳を痛めてしまうこともあるため、伝統はから手など一部の拳術、格闘技では拳を強化する訓練に取り組んでおり、ボクシングなどの格闘技では拳を保護するために、バンデージやボクシンググローブの着用を行う。拳は固くまとめることのできる部位ではあるが、 弱点は多い。指関節、手首関節など関わる関節が多いのは、これを打撃に用いた場合、一方では、クッションとして働くことで、打撃力を弱め、他方で、そこに衝撃を受けることで、怪我を、負う危険がある。また、その部分の皮膚は、骨より弱いので裂けるなどの怪我を負いやすい。そのため、この部位を用いる武術では、鍛えることでこれを避け、あるいは防具で保護する。 拳はしばしば左翼運動や抗議運動などのシンボルとして使用される。1960年代のアメリカ合衆国では人種差別に抗議するアフリカ系アメリカ人が拳を掲げて抗議を表すブラックパワーサリュート運動が起こった。拳の意味、空国語辞書2019年12月4日閲覧ルイス、リチャード、コートインタイム、ブラックパワーサルートメキシコ 1968. ロンドン、ザ・サンデータイムズ。http コロンスラッシュスラッシュ www.timesonline.co.uk スラッシュアーティクルスラッシュ例。2094から239万 3575-00HTML2008 年11月9日閲覧。ありがとうございます。